走れ大井チャンネルです。今日はグローブ紹介をしていきます。今回紹介するのはこちら、こちらのグローブレリートのグローブになります。こちら軟式用の内足用グローブです。こちらのグローブですね、自分の後輩のグローブなんですけど、新しいグローブを買ったので片付けをしてほしいということで、グローブを借りてきました。詳しくグローブを見ていこうと思います。まずはですね、このグローブちょっとカラーが特殊なカラーでして、水野さんの公式サイトによるとブラック&USA コルクということで書かれています。こちらの外の部分がですね、まずブラックのカラーを使っていまして、ここがコルクを使っております。でヘリカーが少し、金ですね、ゴールドのヘリカーとなっていますね。で、グローブエリートのこのマーク、シリコンのタイプですね。で、こちらまだ買って片付けも何もしてないんで、カチカチの状態ですね。はめて型はまだ何もついてません。で、まあちょっと型の紹介とかできないんで、とりあえず、このグローブがどんなグローブかっていうのをちょっと調べてみました。はい、こちらが水野さんの、公式サイトになります。こちらのグローブですね、軟式用グラブグローバルエリート、これ G ギアでいいんですかね、読み方 G ギア内足用 H3 ということで、値段が2万1000円プラス税ということで2万2680円で売られてます。こちらのグローブちょっとカラーバリエーションがたくさんありまして、今回のグローブはこちらのカラーなんですけど、ブラック、そしてこのロイヤルブルー&レッドってのがありますね。これなんかかなりおしゃれですよね。でこちらナチュラル、タンジェリンオレンジ、スプリンテッドオレンジ、スプリンテッドオレンジ×ナチュラルオレンジということで、かなり種類がありますね。1,2,3,4,8 種類出てるんですかね。かなりバリエーションあります。でサイズが10なんで、少し大きめのグローブですかね。でグローブレリートは結構中学生に人気らしいんですよね。自分も結構中学校とか高校の練習見に行くんですけど、やっぱり中学生でグローブレリート使ってる人多いかなと思いましたね。まあグローブレリートのグローブは、軽いグローブなんですよね。かなり軽いグローブで、まあ力がない、そんな筋力がない、中学生でも軽くこうグローブを扱えるかなっていうので、まあ、人気かなと思います。まああとは水のプロよりも少し安い、値段設定ですので、まあ、その分買いやすいかなっていうのありますね。でもやっぱり、値段が 22,600円ということで、まあ、自分が中学生の頃水野のグローバルエリート 16,000円とかで買えたと思うんですけど、だいぶ値上げしてますよね。はい、今回の紹介するのはこちらのグローブです。こちらのグローブは、こちらがUSA コルクとこちらブラックということで、配色されています。で切りはみの、白ですね。で形はまだついてないんで何もやってないんですけど、こんな感じのガチガチのグローブです。でやっぱりはめた感じ少し大きいかなって感じですね。少しサードショート向けの大きいタイプのグローブで、しっかりと掴めたい方とかはいいと思います。使っている革がハイ FC レザーということで、手触りの良いしなやかさを追求した軟式専用レザーということで、軟式専用なんですね。軟式専用のレザーということで、かなり軽くいい革だと思います。公式のグローブとちょっと違って少し軽さを追求した感じは確かにありますね。公式の場合は少し、がっちりとした革なんですけど、こちらのグローブは、確かに少し薄めの革でしっかりとしている、そんな印象があります。はい、種類としましては、まず投手用が2種類あります。このタイプの投手用とこちらの投手用2種類ありまして、左側がサイズ11、右側がサイズ12となっています。そして内足が5種類あります。まずこの H1 という、サイズ8のグローブ、そして、サイズ9の H2 というグローブですね。こちらと、H3 というサイズ9のグローブ、こちらも同じく H3 というグローブですね。サイズ10となっております。そして E1、 こちらがサイズ9ですね。で最後に外足用となっています。で今回紹介しているこちらのグローブは、タイプは、こちらの H3 ということで、おそらくこのタイプですね。このタイプになります。はい、こちらのグローブですね、本当に軽くて使いやすいと思いますので、これから形をしっかりとつけて、作っていこうと思います。要望としましては、どっちかっていうとがっちりつかみタイプで柔らかくしてほしいと言われたんで、まあ、いつもよりはポケットを奥にして作っていこうかなと思います。まあ、軟式なんでしっかり取りたいっていうのがやっぱりあると思うんで、そういう感じで形を作っていければいいかなと思っております。まあ、グローバルエリートあんまり使ったことないんですけど、やっぱりはめた感想としましてはかなり軽いですね。軽くて、まあ、操作しやすいっていうのがあると思います。でセカンドだとこれ少し大きいかなと思うんですけど、まあ、サードで使ったり、まあ、ショートで使ったりする場合にはいいかなと思うんで、皆さんもグローバルエリートのグローブ試してみてください。結構中学生に人気らしいんで、中学生の方グローブレリート一度お店で試してみてください。
はい、それでは今日の動画は以上となります。チャンネル登録、ツイッターでよろしくお願いします。ではありやした、ありやした。とどまることを知らない、とどまることを知らない、とどまることを知らない。チャンネル登録お願いします。